もういいだろ。今回の罰ゲーム、眉毛全剃りだわ。罰ゲームだけど、おめえあれぬるすぎんだろ。おい、前回は通常の土下座だったな。今回はお前の言った通り、眉剃りプラスパンイチ土下座やってもらうわ。ただし、おめえだけ特別にアンパンマンのグリーブでもいいぞ。おい、はい、ということで、本日やっていきたいと思います。ナイトオートのバトルですね。僕はリベンジする側なんですけども、ちょっと今日はマジでぶっ潰したいと思います。55分になったら内藤がね、入室してくるんで、マジであいつの眉毛を全剃りにさせます。よし、55分になりましたね。もうすぐ入ってくると思います。はい、来ました。入れます。はい、入れました。もしもし、よー、お、聞こえてんのかや。お、聞こえてるぞ。おめえ言っとくけど、今日は負けたら前剃り前剃りしてもらうから。おめえがすんだろ。おい、おめえだろうがや。楽しみよ。その豚面に眉毛なくなったらどうなるか楽しみだわ。おめえマジ分からしちゃうからな。前回ので懲りてねえみてえだな。当たり前だろ、まぐれのまんぱりだろうがや、あれや。まあ、とりあえず8ですから、12レースまで。まあ今日に関してはもう最終的にプラスにした方が勝ちっていう意味で、もう別に剣しても OK っていうルールにしよう。剣のレースはもう指定なしってことか。だからまあ剣、何本剣してもいい。最終レースまで一番増やしたやつが勝ち。なるほどな。軍資金はどうする。軍資金は3万だな。おい、3万かよ。前も言っただろ、おめえ倒すのに3万で十分なんだわ。おめえ軍資金いくらでもどうせなくなるから意味ねえだろうや。おめえのためのルールだ、むしろ。お前軍資金100万あろうが1000万あろうが全部なくなるだろう、どうせ。おい、図星か。おい、図星じゃねえや。おいおいおい、何やってんだ。おいおい、お前舐めてんのか。おい、クソ、5万円で資金配分してきたよ。でも酔ってんのか。おい、おめえ何、いくらあっても無駄だろ。どうせ100万あっても100万使い切ったろうよ。それとも何か、お前当てる自信ねえから、お前軍資金多くねえと勝てねえのか。おい、なわけねえだろうがよ。こっちは最初から資金配分考えてきたから言ってんだよ。その比率変えりゃいいだけだろう。じゃあもうそんなこともできねえのか。おい、相変わらず雑魚だな、おめえは。昨日もお前心配で母ちゃんに電話してもしたんじゃねえのか。おい、おめえそれしか言えねえのか。おい、いやすぐ電話すからよ。お前はいつもよ、お前ズームでよ、肩から上しか見えてねえから気づいてなかったけど、おめえクソデブだな。なんだあの肥満デブ。あの下は全部筋肉なんだよ、おめえ。見えるやつには見えんだよ。お前スポッチャーでお前ポルポル揺れてたんじゃねえかよ。あれのどこが筋肉か説明してみろよ。あの下に筋肉があんだよ、おめえには見えねえんだろ、どうせ。まああれだな、多分おめえこの前40万ぐらいぶちかましてよ、もう金がねえってことはよ、外出自粛後にお前風俗でも行きまくったんか。おい、そこにしか使う金ねえかんな、おめえは。毎日毎日ソープ風俗ばっか言ってんのおめえだろ。キャバクラだろうがよ。自粛明けお前鬱憤晴らすためには風俗、連続風俗か。お前昼夜連続風俗か。おめえだろ、お前自分のこと言ってんじゃねえか。お前風俗所にカラピス絞ってもらえよ。お前もう展示今終わったとこだから予想に入るわ。おめえに予想とかあんのか。おい、出してみろや。俺から言ってやるわ。じゃあ今回6点だわ。1、2差し、2差しでいくわ。カスだな、おめえは。仕切ってんのかよ、おい。まあ、これには理由があるんだよ。まず、説明しようか。2差し。あの狙い、あの狙いばっかり言ってねえんだわ、こっちは。当たるとこ当たる、買ってんだわ。じゃあ説明してみろや。おめえどうせ4頭か5頭だろ。俺はもうそんなこと分かってんだよ。で、バカか。まあ、僕に関しては、まあ、ブス島だけど、まあ、得点率トップで多分ここ無理しに行かねえと思うから、俺は。おそらく、無難に、まあ、差しかっていう選択だと思うんだけど、まあ、腹があると仕掛けてくるとしたら湯川だけど、多分まくり差しだと思ってるけど、ブス島に多分ブロックされるから、多分内側で決まるわ、これは。1、2差し、2差しで間違いねえわ。カスだな、てめえは。穴人気の4-5-5-4を狙ってくると思ったけど、それ以下の1、2、3、2、4、2、3、4。決まるから勝ってんだよ。今日の俺の勝ち確定したわ、悪いな。おめえみたいな雑魚の解明見してみろよ、じゃあ。勝負レースだわ、俺悪いけど。ババ本命だわ。カスだな、おめえ。おめえがカスだわ。言っとくけど、ここでマンションぶちかますからよ。まあ、展開説明させてもらうと、1号艇の辻が F1 表記だけど、これ2節連続で前節 F 行ってるから隠れ F にってなれば、まあ、1着条件勝負かけだけど、スタートは全然無理できないって俺は見てるから、今節の平均スタートはコンマ25ぐらいなんで、まあ、行ったとしても
コンマ1号以下になると思ってるんで、だったら2の時間まくりからの2332と2が覗いていって差しの落としたところを3のまくり差しで3-1流し、ブス島選手の船剣に集め、これでいくわ。お前今節のお前隅の絵見ててお前よくそんな回に変えたな。逆によ隠れエフニーの辻からよくイン逃げで点数絞れたな。このオッズでよ期待値考えろや。余裕で絞れたわ。お前隠れエフニー知らなかったような顔してんな。おい調べ不足だぞ。だめだろうとなんだろうと今節の傾向考えたらもう絶対にここは1に逃げんだわ。2332とか余裕の満州だぞ。おいチキってんのか。おい2満州だぞ。おいエフニーの隣の時間まくりが2満州とは美味しいな。毎度毎度よほんとドブに金捨ててみたらもんだな。おめえの買い目はまあ見てろよ。とりあえず俺ここ勝負レースだからもう9500円いくからよ。お前の勝負レースは勝負レースじゃねえから大丈夫だわ。勝負レースだわ。実績もねえやつが勝負レース勝負レース言ってもお前説得力ねえんだわ全く。だから今日出してやるから見とけよお前。何みたいに言うな。ちまちま買ってねえんだよこっちは。今までお前のクル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 言ってそのクルクル詐欺は何回来たか分かんねえんだよ。募金活動お疲れ様。悪いけど俺今日誰に何と言われようと剣する場合もあるから悪いけど今日はブレないから俺申し訳ないけど剣してつまんねえとかてめえがほざいたところで俺は剣するとこは剣するからな。おめえそんなくだらねえ対面で勝手に暇あったら赤い羽募金でもしとけや。おめえあれだな体育の授業で一番邪魔になるタイプのやつだな。おめえトーリッピーで一番最後に残るタイプだなてめえよ。残んねえよこっちはお前シックスバックだわ。トーリッピーで絶対取りたくねえタイプだよおめえあの運動見せたらよ。こっちは体育教師もできるぐらいだわ。できねえだろあれのとこでできんなよ。できるわお前と違うんだわそんな文化部みたいな感じじゃねえんだわこっちは。思いっきりのスポーツクラブの代表みたいな感じなんだこっちは。おめえの養分で始まるぞ。さあ始まるな。ババが渾身のまくり差し決めっから見とけやてめえ。決まんねえっつってんだろおめえは。日本語がそっか。ババさんが舐めすぎなんだよ。おいもう4000人いんぞおい。言っとくけど一気に反らせねえかんな。少しずつ反らすからな。少しずつ反らしてお前毎回毎回スクショすっから悪いけど負けたった準備してきたんだろうな。当たり前だろうがや。こっちは勝つからしてねえけどな。してるくせにお前どうせ足元にあんたら分かってんだよ。見てはてめえのタイプ的にそうだ。先に準備してる時点でお前もう終わってるな。しゃごいよ。ババがこんなにつくとは期待値の塊だぜ。よっしゃおめでとうだった早いんだわ。現在はほとんど風は吹いておらず後半ババスタート行けよ。しゃあ頼むぞ。5番5番6番3対3の枠なりです。3秒2秒1秒。しゃあおら来い。しっかりスタート行けよ。あとは角から4号手のボス島インコースの1号手あと2番と出ていきますが完璧だろこれ。完璧だろ。どうだこのスリット。おし。うわ1号かよ。1号じゃねえだろこれは。うわ1号か。マジか。4号手4号手2号手とこの辺りが固まってまいりまして、あとは6番3番のスタートは正常でした。ランタンマークトップ。うわ1号2番手で回って5号手なんだこれ。ところを2号手4号手6号手が攻めていきますが、さあ2番手1号2か。5号手と2号手と両者接戦もわずかに5号手ゆかこうじで2周目とあります。いやマジか。5号手ゆかこうじが上がって一定進歩では2号手の吉川が3番手の1号2と上位2周目で立ちたんマークは先頭で1号手の次これはきついわ。まあいいわ。2号手ですが5号手の湯川が2番手をキープ3番手相変わらず当たんねえなおい。あとは3号手おめえもだろうがよ。2差し2差しで外してるおめえよりマシだわ。さあオッズ2連なんですが、こっちはお前期待値だけ見て勝ってんだよ。おめえみたいにそんな当たんねえとこ勝ってねえんだわ。かすりもしてねえおめえに言われたくねえな。2番手が5号手の数にもしてねえじゃねえかよ。3番手2号手の吉川こっちはインから勝ってるだけまだマシなんだわ。お前何言ってんだよ。はぁ、あ、もう逃げる確率の高さ知ってそれ言ってんのだよ。頭おかしいんだね。4番ゴールイン4番がゴールイン。おめえの頭おかしいんだろ。インから来るとこインから変えてねえ時点でおめえ終わってんだろ。ああここで満州ぶちかましてるシナリオだったんだけどな。まだまだ甘えなおめえも。まあいいわまだあと4レースあんだよ。おめえ剣するレースいっぱいあるっつってたよな確か。いっぱいとは言ってねえだろうがや。まあ悪いけど俺今日は普通に剣するからね。まあいいわおめえが剣してる間にこっちは稼がしてもらうわ。おめえちなみに剣するレースどのレースなんで言ってみろや。まあ一つ言えんならここだわ悪いけど。ここか。まあもちろんオッズ見て決めるけどな。またオッズ買いかお前は。オッズ買いじゃねえんだよ。事前に決めてきてオッズ見て剣するか勝負するか決めるっつってんだよ。なんか内藤軍団知らん知らんとかいうカスみたいなやつからコメント来てんぞおい。なんだこの内藤と同じお前チャンネルのマークに違ってこいつ気持ち悪いな。お前軍団にビビってんだろ。軍団ってなんだよお前気持ち悪い。友達いねえ軍団だろうがよ。お
ねえだろうよ、おい。友達いねえ軍団だろうがよ。仲良くやっとけよ、おい。お前を煽るためのそう奴らが来てんだよ。軍団ダセえな、おい。おいおいおい、お前そんな歩きしかできねえのか、おい。軍団もできねえ、おめえに言われたくねえわ。さあ、おめえが剣するレースで俺は稼がしてもらおうわ。どうせ一応流しだろ、知ってんだよ、134だよ。ちげえよ、俺平本頭も買うよ。平本頭来るわけねえだろ、おめえ。長い票やらめてんのかよ。おめえは相変わらず穴狙えうべきところで本命を買って、本命狙うべきところで穴狙いか。笑えるぜ。まずおめえの常識が間違ってんだよ、おめえ。お前が穴狙うレースってのは本命狙うレースって、おめえが本命狙うレースってのは穴狙うレースなんだわ。事前前の20点買いでもしとけよ、おめえはよ。お似合いなんだよ。どうせ14か16しか買ってねえんだろ、おめえは。当たり前だろ、それで買ってきてっからな。14、16買いってのが予想なのか、おめえの。当たり前だろ、墨の上ではそれを貫なくて決めてんだよ。お前それどっかの協定所の親父がいると一緒じゃねえかよ、おめえ、おい。はぁ、一回美味しいとこ来て味しめたら、お前その美味しいとこずっと買い続けんだろ、結局は。全然違うわ。お前は、そもそもお前に俺の理論は理解ができないわ。まず頭が悪すぎて。脳みそがついてきてないわ、お前は俺に。一瞬にまるで左右力突っ込んでくるとこ買うんだろ、おめえはどうせ。お前見すぎなんだよ、俺の動画は。それぐらい分かってるよ。分かった上でおめえの理論が終わってるから言ってんだわ。鈴木隆さん、あざっす。ほら、俺にはファンがいいんだよ。おめえにはいねえけどな。お前、こんな古事記にスパチャする必要ねえぞ、マジで。終わってんな。おめえは仲良し軍団にスパチャしてもらっとけよ。何が軍団だよ、来た場合。仲良し軍団にスパチャ入れてもらっとけよ、おい。おめえ、このレースでどうすんだ、おい。ああ、面白いな、本当に。軍団は今年一笑ったぜ。小学生の遊びだねえんだよ。おいおいおい。いいよ、おい。おい。見ろよ、おめえのこの気持ち悪い顔が、ういー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 、気色悪い、気色すぎる、おい、気色いな、お前マジで。なんだおい、これ以上気色すぎて笑わせねえでくれよ。剣だな、剣するわ。剣すんのかおい。悪いけど剣も立派な作戦のうちだから、今日は俺何言われようと剣は剣するから。しとけや剣、こっちは買い終わったわ。もうここは剣だよ。はい、発表してみろや。ここはもうこの41前と15236、この5って、この7点だろ。平本を切ってる時点でおめえはカスだわ。こっちは展開読み切って絞ってんだわ。4が攻めるとかいうカスにはそうだろう、誰でもできるわ、そんな。いや、そうだろ、実際平本節1クラスだと思ってるから俺は。で、おい、リアルに言ってんのかお前。あの足で節1なわけねえだろうがよ、お前。見てねえのがバレバレだな。この足はいいだろうよ。レース見てねえのがバレバレだわ。あれのどこが節1なんだよ、説明してみろや。まあ、こんだけ出てる平本がであれば、普通に考えて、あの展開作るのは平本だから、まあ、平本が行けば、1が残っての4-1、まあ、ここは絞らねえわ、さすがに全で行くけど、平本が攻めて、まあ、内を、まあ、白井が展開ついてきた時の15236、もうここでもう決まってくるわ、間違いねえわ。まあ、ちょっと剣して反感買うかもしれないけど、俺はもう堂々と剣するわ、悪いけど、今日は勝ちに行くからや。だから流してやろうか、ね、おい。おめえのよ、どんだけ取ってもこっちはお前動けんだわ。ほら見ろよ今から。ほらほら、なんだこれ。ドリブルの仕方完璧じゃねえか、おい、このドリブル。ドリブルの仕方も知らねえみてえだな、おめえ。完璧じゃねえかよ。なんだよこのかかと蹴り。おめえにこのビタクが分かんねえのか、おい。いじりがいがあるわ、いじりがいがよ。おめえにいじられてるって自覚はねえから大丈夫だわ。いやいや、いじってるわ。5000円か、これでお前外れれば俺より軍資金なくなるな。剣の大切さ教えてやるわ。完璧だろ、ここは。頼む、外してくれ。よっしゃ、行けよ。これだ。平本、行けよ、これ、頼む、行けよ、行けよ、行けよ。俺、伸びねえぞ、おい。おら、おら、おら、これじゃ、こう刺さってこれねえぞ。行けよ。おら、おら、オッケー。ほら3だぞ。よし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 、剣って正解だわ。この兄さんは俺は買えねえわ。よかったよかった。勝つの買い目はありがとうございます。ありがとうございます。
喜んでんじゃねえぞ、おい。うわー、うれしい。おい、角まくりだっけか。笑わせてもらえるぞ。勝ってねえから何とでも言えるわな。角まくり、おい、どこに絞っていく展開やったのか言ってみろよ、おい。俺、買うとしたら一応ね、買うって言ってたな、確か。払いてんぜ。おい、どこが絞ってんのか言ってみろや。お前、買うとしたら一応って言ってただろ、おめえ。買ってねえから正解なんだよ。16.9倍。まあ何とでも言っとるや。勝手だけど何とでも言えるからな。これ満州だろ、余裕の。さあ、ありがとうございます。まあいいわ、ここは別に問題ねえわ。よっしゃ、よし、おめえ用意陣の終わりだわ。集中させてもらおう。お前次は参加すんか、おい。当たり前だろ、ここは俺はよ、熱いぞ。ここは熱いんだよ。こんなのがっつり絞って当たるわ、余裕だわ。ここ難しいだろ、どう考えても。どこが無人だよ、こんなのお宝レースだよ、教えてやるよ。相変わらずその考えしてる時点で雑魚だな。的中して教えたるわ。ちなみにどっから買うんだよ、言ってみろや。じゃあなんでおめえにパクられるからまだ言わねえよ、カス。パクらねえよ、おめえのカスみたいな買い目はよ。パクんだよ、お前みたいなカスは。じゃあ大温泉だけ教えてやるわ。言ってみろや。一番の大本線名だけ先に公開してやるわ。まあ大本線のとこだけ晒しといてやるわ。1,2,4,2カスだな、おめえ相変わらず。はあ、これだろうがや。1,2,3,4の悲劇もう一回か。じゃあおい、似たようなもんだな、概念的には。まあまあ、これアタックから見とけよ。これが墨の絵なんだよ。お前2コースの時のお前ミネがどんだけ握るかお前知ってんのか、おい。お前握んねえよ、お前バカか。ミネなんも知らねえな。今の発言でさらにおめえが下手って分かったよ。ミネ2号室の時めちゃくちゃ握るからよ。握んねえよ、お前。何見て言ってんだよ。傾向の話だよ、傾向の。まあ一つ言ってやるよ。ミネより篠崎のが伸びんだろうがよ。お前何見てんだよ。今回がどうじゃなくて、まあ、いつもがどうって話してんだよ。いつも握んねえよ、ミネは。最近はだろ。俺は傾向の話をしてんだよ、傾向の。お前どこで傾向見てんだよ、おい。おめえの脳みそに蓄積されたカスデータだろうがよ。お前数字出してから言えよ、おい。まともな数字をよ。俺も決まったわ。いいぞ、こっちは一択だわ。まあ俺の中で節一は石野か篠崎っていうふうに思ってるから、そういう意味で陰性の篠崎の信頼度を考えても、もう逃げ、ここに関しては逃げに逆らえないっていうので、逃げから絞ろうと思って、まあ今節の僕のセオリー通り、やっぱり4コースと6コース、まあ実際これで結果が出てるので、ここも貫いて4コース6コース、まあ実際西山選手も4コースうまいですし、木下選手は船足は僕はいいと思ってるんで、絡んでくる可能性があるっていうので4-6で、2はやっぱり峰選手は直近半年間の2コースデータを見ても3着内率が9割超えなので、陰線と同じぐらいあるっていうことを考えても飛ばないっていう意味で1246の1462、この4点勝負。木下と西山が来る確率的には同じぐらいだと思ってるんで、ここは金額差つけません。木下の方が船足はいいけども、コース的には西山の方が有利っていう意味でこれです。まあここなんだけど、さっき言った通り、まあこのレースで、まあ、ミネが握るか握らねえかっていうのは分かんないけど、俺の中ではもうミネは2コースでかなり握るっていうふうに思ってるから、まあ握って、まあ、そこをやっぱり西山を今節かなり、まあ、自分のコメントでは出てない出てないですだけど、俺の見た目ではかなり出てるから、ここをやっぱ左右打ちさして、まあ、1-4という展開が大本線だと思ってるから、ここは1-4で流しかな。ミネはどう考えても握んねえだろうがや。結構握ってるレース見てんだわ俺は今まで。これで握ったらよ、早めに前が反ってやろう。おい、前ぞれの準備しとけやてめえ。こっちは勝つつもりで来てるから、前ぞれの勝ってねっつってんだろ、おめえだけだろ勝ってんのは。てめえの前ぞれの予行練習でもしとこうか。おい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 、お前しとけよ。おい、てめえの前ぞれの予行練習でもしとくか。おい、予行練習してみろや。おいおいおい、つまんねえことばっかしてんな、おい。おい、てめえの前ぞれの横練習だよこれがよ。おめえそれ前ぞれじゃねえだろ、おめえ。前ぞれの横練習だよ。なんだおめえそれ、クリームつけやがって。毛残さねえためにクリームつけてんだよ。おめえマジで、お前なんだ今のクリーム、マジ腹立ったわ。ほら3連トン買えばってきてんぞ、おい。3連トン、あめぶち殺すぞマジで。なんじゃお前、おかしいだろ。3連トンで喜んで。木下、勝負がけの体重レース、
スタート西山木下インコースから1番2番3番4番5番6番スタートは横一線スタートスタートは横一線1秒今スタートしていきました。コースタートは内側よしよしよしそこや頼むぞレースの人気の両者まずは逃げる1号艇の篠崎で逃げていった3号艇に行ったそして2号艇4号艇1呼んでいいぞ1呼んで1呼んでいいぞ西山1号艇人気の篠崎よしよしこれで完璧な体験来ました来ました来ましたよ来ましたそして6号艇4号艇が並んで最高に5号艇おいダメだぞ来ましたトップで待って1号艇の篠崎そして2番手2号艇どうなってんだよこれほら来たわ来ましたほらもらったー完璧木下外外内はダメ新田にやられるこれは123になるんじゃねえのかおい木下よしよしもらったこれはさすがにもらったろいやいや123になるだろこれ木下で頼むほらほらもらったーオッケー大王戦おれーオッケー木下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 前回と違って俺がプレッシャーをかけれる立場でよ追いかける立場は初めてだからやっと楽しめるわこっからだぞ胸が苦しいだろおい全く苦しくねえよ俺追い込まれた方が実力発揮できるタイプなんだ胸が苦しいんだよお前今のお前は今絶対胸が苦しいよお前はそれだけだろこんな追い込まれて焦るタイプ経験者が語るよ俺は全く焦ってねえからよ気持ちいいなこれでおめえが例えばだぞ10万回収とかしてこられたらちょっと焦ってたけどまあ5万ぐらいであれば楽勝だわよかんなよおいおいなんかエアエア騒いでんやついくから見せてやろうわさあこっからやでずいぶん真剣だなおい当たり前だろここはもう外せねえからな普通の勝負じゃねえからな前譲りかかっていくからなさすがにちょっとここは外させてもらうわよし決まったわ落ち着いてるしおめちゃん地区どこで買うんだよこのレース4と6だよ俺もずっと4と6って決めてっからよ先出ししてほしかったら言えや一応先出ししてみろやおいじゃあ先出ししたるわおい見してみろやこれだまあ、徳増は今現在勝負掛け状況で2得点2位につけてるからまあ、ここで上位着を取ればもちろん準優勝枠の可能性がある1着を無理に取りに行ってまくり差しで流れるよりは絶対に上位着を取って確実につなげた方がいいっていう考えで、まあ、徳松選手は基本的に角の方が得意な選手なんで無難に握っていって残すようなレースをするってなれば逆転があるとすれば森田の差しだけで森田は徳松が握るので、まあ、残せる可能性があるっていうので1、2であとは俺のセオリー通りに4と6を絡めてこれが本線で、まあ、森田が波に沈んだら徳松直線はいいからバックストレッチ伸び返して1、3、4、6とかで来る可能性があるっていうのでここが、まあ、本線の次に角入れるのかなでここは一番薄め今垣は特に俺は昨日あたりからてか初日の整備で船足完全に上積みしてて直線はいいと思ってるからバックストレッチ伸びて突っ込めば全然1、6まであるっていうのでこれで勝ってるわこれでもう最終的にこれでいくわ、だから一番本線は1、2、4、6、3000ずつ。1、4、6、2、2000円。1、4、6、3000円。2、1、4、5、6000円。俺もう決まったわ。いいぞ。いいぞ、発表してみろや。簡単だったわ。ある程度おめえと喧嘩予想は一緒だけど、おめえは買ってねえところだけ買わせてもらったわ、じゃあ。まあ、そもそも俺前から動画で言ってるけど、おめえの裏買っときゃ当たんだわ。
そんなのがまさか見解じゃねえだろうな。見解は見解だわ。それプラスおめえの裏が重なってたからもうダブルでもう一致してんだわ。まあ、森田の足はかなりいいと思ってるから刺した展開であれば桐生が追走して 2-1 で対抗は3に絞ったわ。これなら当たればおめえと大体並ぶだろう。おめえこそあれだな、マンバにするとかできがってた割には全くマンバにされてねえじゃねえかよ。おい酔ってんのか。相変わらず冷静なんだよ、冷静なんだよ。バカじゃねえの。これでお前これのオッズ安そうで高えんだよ。お前は知らねえだろうけどよ、安そうで高えとこ買ってんだよ。今が聞からんできてみろ。おめえ発狂すんぞ。全く発狂しねえわ。発狂するわ。ここで俺が 1-2-3 当てたらおめえまだ全然わかんねえぞ。それわかってんのかおめえ。一番人気に5000円貼ったところで怖くねえんだよ。それがもう追い込まれた男のやり方だろうがよ。ここ一撃でまくろうと思ってねえからよ俺は。ここと次でまくるから。だからそれで軍資金が増えると思ってる思考がよ、養分のおっちゃんと一緒なんだよ。一番人気にかけてるよ。思考が間違ってねえってこと証明してやるわ。資金が増えてるっていうことよ。証明してやるわ。証明してみろや。ここで1-2-6、1-2-6、1-6に来たら俺の勝ちだわ。 1-2-3 で決まるから大丈夫だわ。ここで勝利を決めたろ。オールスローかと思ったわ一瞬。これで3の腰位置がちょっと深くなったことで 1-2-3 の期待値落ちたぞ。おい、選手が出揃っていまして、ここも注目の一戦となっていまして、第11さあ、ここは大丈夫だろ。ゆるい追い風、4と6差してこい。しっかり頼むぞ。ほらよ、スタート。スタート横一線。内側だけ決めろよ、スタートしっかり。よし、これ森田刺さるな。徳松は普通に握ってって大山になれ。ほら、大山ほら、来た完璧。森田刺さっとけ。ほら、来たやばい、1日差はダメだぞ。外に振れ、徳松を。外に振れ。徳松を外に振んないでやばい。まずい。おい、1号まずいぞ、それは。頼む、1-2-3で。まずいぞ、それはまずい。マジ頼む。それはまずい。うわ、まずいわ。これはやばいわ。マジでやばい。ちょっと待ってくれ。あそこから1-3なんのかよ。徳松、うますぎんだろ。おい、マジかよ。これきついわ。危ねえ、おめえに運気が向くと思ったぜ。マジでやるしたわ。あそこで1-2-3になったらおめえ持ってたけどよ。今日ダメみてえだな。前回みたいにならねえぞ、おい。投げやがって。1-3にかよ。このあといくら残ってんだ。52,400円だよ。だから最後22,300円入れるわ。だからおめえが外したら俺の勝ち。おめえが当てれば3万超えればおめえの勝ち。だ3万以上になるようにしかけりゃいいってことだな。そういうことだよ。まだ全然いけるわ、そんなんやったら。どっから買うんだよ、じゃあ。他に外で買えそうな選手いるか、これ。おい、俺の今節のセオリー忘れたのか。それ考えりゃ買う選手わかんだろうよ。4と6か。森谷美穂だよ、6だよ。悪いけど俺の軸は6ってことだけ教えてやるわ。カスだなぁ、マジ期待値上がるわ、助かるわ。おい、森谷なめんじゃねえぞ、船足は出てんだよ。ちょっとにやけてきたわ、おめえが当たんねえこと分かってきたから。じゃあ俺が先にかけたろうわ。はい、最後これ。これで決定か。もうこれで決定、絶対買えないわ。まあまず馬場選手、船足やっぱさっき見ても悪いけど、陰線は強いっていうのと、まあ他に船足のいい選手はやっぱここ予選落ちのメンバーだからいない。まあ強いて言うなら俺は 6号艇の森谷が一番足いいと思ってるから、無難に展開作れなければ逃げから船足6の森谷が絡んでくるっていうところで、236と、16235、16で来るパターンはバックストレッチで2バックで突っ込んでると思うから、もう相手は分かんないっていう意味で船足の悪い小野だけ消しで、31と51を買った理由は、浜野谷選手が、気が変わって、これ F 表記はないけどこれ無理できない F 持ちだから、そういう意味で柳沢のまくり差し、または柳沢が攻めての原田のまくり差しがあった時の31と51、これも船足の悪い小野を切って1000円ずつ、これで勝負。悪いな内藤、これで終わりだ。よし、決まったぞ。よし、発表してみろや。これでいくわ。1、2、3に5000。で、1、2、5に4000。
まあ、最初は 1-2-3-2-3 の折り返しにしようかすげえ迷ったんだけど、今節の柳沢はちょっと厳しそうだし、まあ、住之江自体がやっぱり柳沢得意としてねえから、ここは2着の3は切ってのもう2着は2に絞ったわ。で、他にさっきもお前言った通り仕掛けてくるようなメンバーはいなさそうだし、ここはイン逃げだろうってことで、お前が勝ってないけど照らし合わせて、まず 1-2-3 が大本線で、1-2-5 これにした理由だけど、1-2-6の森谷美穂勝ってたらまあ間に合わねえってのもあったから、ここは 1-2-5 に絞ったわ。むしろお前が勝った金が来るよりも俺 1-3 に来る方が発表するわ。それだけ言っとくわ。 1-2-3-1-3-2 で2点でいこうか迷ったからな。それ天秤にかけた結果 1-2-5 にしたから。言い訳してんじゃねえぞ。それ来たら俺当たってたみたいな言い方してんじゃねえぞ。おい、してねえだろよ。おい、てめえ、おい、それ来たら俺当たってたけど軍資金足りなかったみたいなよ。いやいやいや、おめえだろよ、いつもそういうこと言ってんのは。金だな、お前は相変わらず。今ので幻滅したわ。おめえがそんなに追い込まれてる。おめえじゃ当たんねえってことは今の気づいた。ありがとう。幻滅したのはおめえだわ、マジで。そんだけ行きがっといてよ、3万400円残して守備に入ってよ、空振りしてたろ。それが勝負ってもんだろうよ。2万2000入れただけお前優しくしてやってんだよ。お前ここ俺が500円しか入れてなかったら当たんねえぞ。おい、俺のためみたいな言い方してるけどよ勝ちも残しつつある程度勝負できるような限りが中途半端なんだよおめえは。おめえみたいなやつがやる典型だわ。それが勝負ってもんだろうがよ。ちょっと言っといてやるわ。俺がもし逆の立場なら全額かけてるわ。言うねえ。それだけ言っといてやろう。お前は別にそれしなくてもいいけど、俺が逆の立場だったら 100% それしてるってだけ言っといてやるわ。おい、お前そうやって好感度上げようとしても無駄無駄無駄じゃねえよ。それが男っちゅうもんだ。おい、現に俺は守りに入ってりゃ勝てるような立場でも俺守りに入ったこと一回もねえからな。いや、はいはいはい、口では何とも言えるわ。おい、眉毛剃る、一応準備だけ整えておいてやるよ。剃ることはねえだろうけどな。さあ、眉毛剃る準備してやるよ。何もなかったからゴーグル止めるわ。ほら、前剃りの準備できたぞ。ゴーグルで止めるわ、なんもねえから。まさか、なんだ、アイマスクかなんかか、それ。デリヘルで使う。水泳ゴーグルだよ。お前、デリヘル大好きだからな、アイマスクばっか持ってんじゃねえんだろ、おい。なんでデリヘルでアイマスク使うのかよ。知らねえよ。アイマスク使うだろうよ。知らねえよ。お前みたいに行きつけじゃねえから、俺は知らねえよ。なんで使うんだよ、おい。知ってるだろうよ、おい。お前ボケ取ったな。俺がデリヘル行きまくったってボケ取ったな。お前使ってんだろ、おい。お前今ボケ取ったな、おい。なんでアイマスク使うか言ってみろや。おめえがいつも使ってるだから一番知ってるだろうよ、おい。おめえが好きなプレイで使うやつだよ。お前この後もどうせあれだろ、大好きな接客場行ってまたおっぱい吸ってくんだろ、おい。行くわけねえだろうがよ。それか母ちゃんに報告か、電話で勝ったよって気持ち悪いな。おい、なんなんだよそれや。ほら、なんでアイマスクって来てんぞ。でもド M とか言ってるやつもいんな。なんか内藤軍団だけはお前納得してるみてえだぞ、おい。俺もつけといたろうか、おい。おいおい、つけたろうか、おい。おめえ、ふざけんじゃねえぞ、マジで。つけてやってもいいぞ、ほら、おい。おい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 。おい。おいおい。おい。こっちは準備できてんぞ、おい。そらねえだろうけどな。おい。おいおいおい。おめえ、ふざけんじゃねえぞ、ほら、おい。おい、準備できてんだ、おめえもしろや。ふざけんじゃねえぞ、マジで。こっちはおめえ、これ準備してんだ、ほら。これで、お前それひげ剃りじゃん。やったるわ。ひげ剃りじゃねえか、お前それで剃れんのかや。これもあんだよ、これも。おい、もう7000人いくぞ、おい。運命の勝負が始まんぞ、おい。さあ、ピット離れ。オッケー、枠なり。ここは1、2で決着だろ。やばい。今世紀最大に緊張してきた。ビビってんじゃねえぞ、お前母ちゃんに先電話しとけや。それ緊張すんだろうがや。第47回の冒頭レース、こっちはおめえ余裕だわ。4日目予選最終日は最終競争の第12レース1、2、3、そして4、5、6の枠なり出揃って、もうお前が準備してくれてるからフラグだったな。おめえがソルの決定だわ。メンバー得点的な状況状況な一戦です。頼むぞ、マジで動いていきます。やばい、頼む。いいぞ、ここはマジでしっかり頼むぞ。1-2-3をやめろよ。1-2-3でいいぞ、ここは。マジでまくり出したれ。4日目の競争、最終競争、それか森谷君は石二さんとスローを森谷決着なるかで残り10秒切っています。第10レース、1番、2番、3番、森谷5番、6番、3対3の枠なりです。うわ、浜野屋行ったな。いや、これ柳沢あるぞ。柳沢まくり出せよ、まくり出せよ。それはやばいだろ、それはやばい、それはやばい、それはやばいよ。で刺して2号とうわっ、123で123で森谷、森谷、飛んでこい。森谷、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 
リア、いやこれモリアだ、やめんなモリアだ、モリア1位だろ、モリア1位でしたんだろ、ほらモリア、ほら来たー、オッケー完璧や、これやで、隅の絵、ほら来たー、これやんだよ、隅の絵は、モリア、やめいそうはダメ、いや、1位さんで頼む、モリア、これはマジで1位さんでいいぞ、マジでモリア、俺が来たのは123って俺が来たー、いやマジかー、いやこれやで、君の絵はこれなんやで、よし、おい森や、無理すんなよ、三着でいいと思う、いや無理しろ無理しろ無理しろ、あれマジで無理しろ、これはやばい、無理しろ無理しろ無理しろ、森や3だれ、森や3だれ、ちょっとやばい森や、マジで無理しろ無理しろ、これはマジで無理しろ、モリア、よし大丈夫だろ、山口さん頑張れ、マジでオッケーできた、おいよし、マジかよ、おいこれやで、君の絵研究した結果だろ、これ6なんだよ、おい完璧、マジかよこれ、最後オッケーナイスな、やりましたー、うさんだろこれ、ほらほら、モリア、ふざけやがって、これ完璧でしょ、大本命よ、ナイト、これが乾杯だろよ、おい文句ないだろ、ナイト、これが倍返しや、最後10万9000回収だ、やるじゃねえかよ、だから合計が14万ぐらいだな、おいナイト、完璧やねえか、ただ最後はヒヤッとしたぜ、3になりそうだな、紙一重だったな、さあ、ナイト、やれよ、おい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 、やってやるわ、ちょっと待っとけ、今クリーム塗るから待っとけよ、今から1万人見るぞ、おい、ありがとうな、やってやろうが、勝つの解明教えてやる、ありがとうな、おい、ちょっと待っとけ、今クリーム塗ってくから待っとけよ、ナイト、毛一本も残すんじゃねえぞ、ナイト、ちなみに8300人見てるから今、おめえマジで8300人許さねえからな、おい、8000人の前でお前マイゾリか、これ伝説に残んぞ、YouTube の、おい、どうだろ、オッケーオッケー、映ったぞ、おい待て、ナイト、お前徐々に行け、徐々に徐々に行け、徐々に8400人、ちょっと待てよ、ナイト、徐々に行け、徐々に、お前、一回半分をやったところで止めろよ、お前、ちょっと待てよ、おい、行ったな、おい、お前、やってるよ、ちょっと待てや、徐々に行けないと、徐々にやってるだろ、今ちょっとずつ行けよ、俺クッソ野郎、お前マジ絶対復讐しちゃったからな、おい行けないと、ちょっと待て、一回ちょっと髪の毛邪魔だから髪止めるわ、ちょっとありえねえわ、おい最高なんだよ、8500人見てんぞ、おいおい、どうだこれで、これがエンターテインメントや、行けよ、おいマジ、そっけ、おい、いいな、やばいやばい、ヤンキーやん、ほらどうだ、撮れてんだろ、おい待って、一回写真撮らせろ、おいお前ふざけんじゃねえぞ、見せ物じゃねえぞ、これ一回半分で写真撮らせろ、おい一回スコアストップ、マジで、おい、ないと、お前結構似合ってんぞ、お前似合ってねえだろ、お前マジでお前結構似合ってんぞ、絶対許さねえからな、マジでおい行け、ポンポン行け、ヤンキー行け、いけいけ、8500人見てんぞ、おい、おいいね、お前なんかメイク系 YouTuber みたいな撮り方してんじゃねえかよ、ナイト、いいね、おし、いったな、おら、おいいね、やったぞ、そやろ、マジで、おい、写真だけ撮らせろ、ちょっと待って、サムネ用に撮らせてくれ、なんでサムネ撮んだよ、おめ撮んでいいよ、それは、いや、頼むって、ナイト、ちょもうちょい引いて、頼む、サムネ用に、お願いしますわね、今、おい、いや、それはお願いします、頼む、分かったわ、もうちょい引いて、引き、引きな、オッケーオッケー、よし、オッケー、ない方がお前かっこいいぞ、そんなわけねえだろ、おめは今回は、俺の勝ちだわ、まあ、今回に関してはおめえの勝ちだな、おい、次回どうすんだよ、もうやりてえか、
おい、まあ、一つだけ1勝1敗ってことは言えるからよ、対戦してやってもいいぞ。絶対この回理解してやるわ。ただ次の罰ゲームはもっとひどいの、おめえが考えろや。次は次はじゃあ俺考えるけど、もっとくしいのいくからな。ああかかってこいや、次が本当の勝負だ。一勝一敗だからや。ちょっと罰ゲームも含めてちょっとまたじゃあこっちから発表してやるから。うん、待ってるわ。いやいい面だな。おいお前9000人見てんじゃねえか。お前おかしいだろ。9000人の前でお前やったぞ。ちなみに皆さん内藤のチャンネルこの説明欄に貼ってるんで、さすがにこんだけ体張ったから登録してあげてください。これはよし、じゃあお前次指定してこいよ。おう指定してやるわ。じゃあありがとうな。クソ野郎が退出しろや。ありがとうございました。